も皆さん、ゴンチャキンでございます。本日ですね、冬のファッションといったら何と言ってもコートだと思うんですが、そんなですね、メンズファッションには欠かせないコートを様々なジャンルで着回していきたいと思います。というのも、以前こちらの動画でパーカーを5つのジャンルで着回すという企画をやったんですが、そこでもお伝えしたように、1つのアイテムでも合わせ方を変えると全然違う見た目になるんですね。ですので、皆さんが買ったアウターを様々なバリエーションで自由自在にコーディネートができたら最高じゃないですか。ですので、そんな本日はですね、綺麗め、カジュアル、トレンド、雰囲気、自由、こちらの5つのジャンルに分けてコーディネートを組んでいきたいと思います。明日の動画で僕が去年から今年にかけて買ってきたコートを全てご紹介する動画をアップするんですが、これぐらいでずらっと並ぶぐらいめちゃくちゃコートが好きなわけですよ。ですので、こんな無類のコート好きの男性が1つのコートを着回していったらどのような印象になるのか、ぜひですね、ご覧いただければ幸いでございます。では早速いってみよう。サブタイム、本日はですね、1つのコートを5つのジャンルで着回していきたいというふうに思います。よいしょー。というわけですね、前回のね、パーカー動画で非常にたくさんの方からご好評いただいたのと同時に、パーカー以外でもやってくださいっていうリクエストをいただいたので、今回は冬のコートでですね、実践していければなというふうに思います。で、さらに今回の動画同時に違った企画も走っていまして、というのも今ですね、リドムのオフィサーコートがどんどん発送されていまして、届いた方々が、まあ、DM だったりとかインスタグラムでご報告していただきですね、で、そんな方々に向けてこのコートこんなジャンルでも着回せますよっていうような感謝を込めた企画でもありますので、ぜひですね、お買い求めくださった方は特に今回のコートの着回し方参考にしていただければなというふうに思います。というのもそうなんですよ、今回一つのコートを着回していく上で着用するコートがこちら、せーの、はい、というリドムのオフィサーコートのチャコールを徹底的に着回していきたいと思います。こちらの詳細に関しましては以前こちらの動画でご紹介しているので、ぜひそちらの動画も合わせてご覧になっていただければなというふうに思います。で、今回の目次はこちらでございます。まずはじめに簡単に今選ぶべきコートの特徴なども軽くご紹介します。まあ、結構いろんな動画でご紹介しているので本当軽くになってしまいます。で、その後に現時点で行ってきているコーディネートなどを多少ちょっと解説を交えながらご紹介したいと思います。で、最後に2つのジャンルで着回していきたいと思いますので、ぜひですね、冬はもう何と言ってもコート一択だって方はめちゃくちゃ楽しんでいただけるような企画なんじゃないかなというふうに思います。今年コートを選ぶ際のおすすめなポイントなんですが、もうすでにプレーンなコートをすでに買ったことある方はぜひですね、今年に関して言うと膝下丈のコートを選んでみてください。さらにシングルのチェスターコートをすでに買ったことあるよって方はですね、ぜひ今年に関して言うとダブルのオーバーなチェスターコートなどが、シングルのチェスターコートの良さを引っ張りながらさらに程よい個性がふんだんに詰め込まれたコートのコーディネートが完成するので、ダブルの身幅の広いコートを選んでみると非常にですね、かっこいいコーディネートが出来上がります。さらにはシングルチェスターコートで着丈はもちろん膝下丈をおすすめするんですが、まあ、今言ったように肩は落ちていて、なおかつ袖丈も少し長くて身幅は長くて、着丈に関しては膝下丈よりもなんならもっと長いぐらいのコートだと、より2020年の冬、そして2021年の4月2月をめちゃめちゃかっこよく過ごすことが可能なので、オーバーサイズはオーバーサイズでも今年流にアップデートされたオーバーサイズをですね、しっかりと噛み砕いてコートを選んでみてください。詳しくは明日の動画で、ね、全部のコートを着てご紹介するので、また改めてご紹介していければなというふうに思います。で、現時点で行っているオフィサーコートのコーディネートがこちら、さらにはこちら、はい、基本的に僕綺麗めのコーディネートが好きなので、綺麗めのアイテムと掛け合わせているんですが、パーカーとも相性がいいですし、あとはパーカーでもホワイトめのパーカーだったりとか、さらにはちょっとブルーがかったパーカーだったりとか、さらにはブラウン色のパーカーとも相性がかなりいいです。インナーに着るトップスに関してはこれからね、5つのこなし方の時にも多少合わせていくとは思うんですが、中はですね、パーカーそしてニットどちらでももちろん合わせられますし、さらにはニットの上に、そう、これからの季節めちゃくちゃ暑いのがマフラーですね。おすすめなのはコート、基本的に僕は無地のコートをおすすめいたします。というのもやっぱりここに並んでるコートとかでも、例えばチェックはチェックでもこのようにですね、かなり近くで見たらチェックっていうのが分かるんだけども、遠目で見たらほぼ無地と言ってもいいぐらいのコートなどが非常におすすめで、なぜかというとこのようにオレンジのマフラーとか、さらにこういった大ぶりなマフラーを使った際にコートの色彩が結構派手だと、その分どんどん合わせられるアイテムっていうのが限定されてきちゃうわけですね。なのでいろんなコーディネートで楽しめないんです。もう一つ
つのジャンルでしか楽しめないっていうところで、今後皆さんが選ぶコートに関しては着回ししやすい、そしていろんなアイテムも同時に楽しめちゃう、そしてたくさんの方からおしゃれに思われたいのであれば極力無地で落ち着いた色彩のものを選ぶことがかなりおすすめです。でさらには無地であればパーカーと合わせたコーディネートを3色ご覧いただきたいんですが、様々なパーカーとも相性がいいのでカジュアルめなアイテムを合わせてもかっこよくなれるってところが非常に無地をおすすめする理由でございます。あとは今年に関して言うと、今までは黒のボトムしか合わせちゃいけないみたいなイメージ多少あったと思うんですが、今年に関して言うと黒のボトムなども流行っていますので、白のボトムと掛け合わせてもいいですし、もちろんこのようにですね黒スキニーと合わせてもかっこいいと思います。まあそうしたようにですね、まあ選ぶべきポイントに関してもネットが発達したがゆえにかなりですねみんな根底におしゃれになってきたので、よりこう次のコート選びをしなきゃいけないだったりとか、さらには今までは黒のボトムも黒スキニー合わせればよかったよねという時代が、まあ白のボトムだったりとか、まあ時にレザーパンツとか、まあ非常にこう幅広い着方が主流になってきたので、まあそちらも含めて2020年そして2021年の1月2月コートのコーディネートを楽しんでいただければなというふうに思います。ということですね、長くなってしまったんですが、今回のメイン格となります2つのパターンで合わせていきたいなというふうに思います。まず1つ目に綺麗めな合わせ方からしていきたいというふうに思います。今回リノムのオフィサーコートをご紹介していくんですが、オフィサーコートを知ってほしいというための動画ではなく、おそらく今の流れで言うと確実に1月にはもう完売してしまう在庫数なので、まあ、ぜひですね今回の動画が気になる方は下の概要欄にリンク貼ってあるのでチェックしていただいて、シンプルにコートの着回し方とか2020年の着回しについて一人でも参考になっていただけたらめちゃくちゃ嬉しいので、ご紹介していければなというふうに考えております。まず1つ目、綺麗めに合わせていきたいと思います。せーの、はい。ということでタートルネックと合わせてみました。いかがでしょうか。今回綺麗めとはいえど多少ですね綺麗めになりすぎるのもなんかちょっと良くないのかなと思って、まあ、先ほどオレンジのねマフラーのコーディネートを見せましたが、コーディネートにどこかしらにオレンジを入れてあげると非常に色彩的にも綺麗めなコーディネートでありながらどこか個性の効いたコーディネートができるんですね。でそうした時にじゃあビムでもうすでに完売して買えないんですが、オレンジ色のニットを下に着てあげることによって非常にですね冬に黄色をうまく使ったコーディネートが出来上がるのでおすすめでございます。今回より綺麗めにするために白のタートルネックのカットソーを中に入れました。こちら以前の GU の動画でご紹介したカットソーを中に着ています。で白のタートルネックのカットソーが少しまあ他と被るのが嫌だなとか綺麗めすぎるのが嫌だなって方は、まあ、こちらのようにですね、まあ、綺麗めというところで話すとタートルネックのカラーをあえて白ではなくこうブラウンの色彩を選んであげるとおすすめでございます。で中のニットもグレーに変えてみました。こちらのコーディネートも非常におすすめでございます。首元を意識するだけで全然こうより清潔感あふれるコーディネートが完成するのでおすすめでございます。もうすでにシャツを下に着たコーディネートが結構やってきてるので、それを考えたらもういいかなと思って今回タートルネックを合わせてみました。はい。でもっともっと綺麗めにお使いしたいって方はもうマフラーとか巻くとよりさらに綺麗めな雰囲気でコーディネートが組めるので、僕結構シンプルで綺麗めなコーディネートが好きなんですが、まあ、ごちゃごちゃしないコーディネートが好きなんですが、マフラーと両立して合わせるのもおすすめでございます。そして次にですねカジュアルに合わせていきたいと思います。どのように印象が変わるのか、めちゃくちゃカジュアルすぎるとそれちょっとねダサくなってしまうと思うので、いいバランス感のカジュアルを意識してコーディネート組んでいきたいと思います。それがこちら、せーの、はい。ということでパーカーとデニムとスニーカーを履きました。でその上にですね同じコートを合わせています。先ほどのコーディネートに比べると多少カジュアルなアイテムが増えたけれども、基本的には無地のアイテムを使っているのでかなりバランスが崩れたことはないと思います。むしろそれこそめちゃくちゃ中和が起きていてかなりね僕個人的にはお気に入りなコーディネートでございます。で参考例としてご覧いただきたいんですが、仮にこれデニムを合わせなかったらこんな感じですね。結構コートにはデニムよりかはスラックスの方が今年の雰囲気にはより合いやすいので、よっぽどデニム好きじゃない限りは今年に関して言うとこうスラックスとか綺麗めなパンツに合わせてあげるのがいいのかなというふうに思います。さらにはせーの、はい。でデニムかなコーデュロイの胸が太いパンツに変えてみました。どちらも先ほど合わせたデニムも今回変えてるパンツに関してもユニクロ U で以前リリースされたパンツでございます。コーデュロイの胸が太けば太いほどカジュアルさが増してくるんですが、胸が太いコーデュロイのパンツと合わせてあげるのもこういったオーバーコートの雰囲気をより中和してくれるのでおすすめな合わせ方でございます。でもう少しカジュアルにしていくと、せーの、はい。というエアフォースワンの白に変えてみました。そうするとねかなりカジュアルめにコートのコーディネートが楽しめてるかと思います。いかがでしょうか。先ほどのねコンバースのスニーカーぐらいの方がバランス的にはよりちょっとね中和に近づいていたと思うんですが、カジュアルを意識するとこれが僕的には最善かなというふうに思います。中に着てるパーカーに関してはこちらリドムのブラウンのパーカーでございます。こちらも残りわずかになってきて
ていますので、ぜひ下の概要欄からぜひチェックしてみてください。そして次にですね、トレンドを意識して購入と組んでいきたいと思います。こんなね合わせ方あるとは思うんですが、トレンドを意識してとりあえず組んでいきたいと思います。それはこちら、せーの、はい、ということで白のボトムと合わせてみました。さらにトレンドということだったので、リドムから様々いろんな白のパンツリリースしてきているんですが、一番太いシルエットの白のボトムを合わせてみました。来年とかもっとより白のワイドの流れが来ますので、まあ、そういったところでかなり太めのワイドパンツを合わせてもいいんじゃないかなというふうに思います。で、今回あえてパーカーは変えずにコーディネート組んでみました。そうすることで先ほどのカジュアルのコーディネートとトレンドのコーディネート、パンツ変えるだけでかなり印象がね変わっているかと思います。さらにはスニーカーをですね、せーの、はい、白パンツと同系色の白スニーカーを合わせてあげることによって、より綺麗めな印象になったのと同時に、足もね境界線がなくなるので、より足が長く見えるかと思います。まあ、そんな感じでトレンドのコーディネートをやってみました。さらにはもう一個トレンドのコーディネートやってみたいと思います。それがこちら、はい、ということで、中にですね、チェックのセットアップを着てみました。秋頃にですね、セットアップを購入した方かなり多くいらっしゃるかと思います。で、そんなセットアップを中に着用して、その上にコートを着るスタイリングがかなり増えてきています。まあ、何度も説明しているように、今年のトレンドはストリートではなく、そのストリートからの脱却でどん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 綺麗めなコーディネートが流行ってきているので、そういった上でかなりカッチリとした合わせ方に見えるとは思うんですが、セットアップを中に着用してみるのもおすすめでございます。で、そんな時にぜひですね、意識していただきたいのが、タートルネックとかちょっと砕けた部分、クルーネックのものとか中にシャツを合わせてしまうと、かなりカッチリとした雰囲気が強くなってしまうので、中にタートルネックとかどこか外しの部分を取り入れてあげるといいかなというふうに思います。あとは外見のコートに関しても、やっぱりオーバーサイズのものを着ることによって、カジュアルと綺麗めが、まあ、結構綺麗めの要素が強いと思うんですが、綺麗めなバランスを取りつつ、どん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 カジュアルの要素をシルエットなりアイテムのカテゴリーで入れていくのがおすすめでございます。確かカズさんっていう方がブラウンのセットアップの上にマルジェラのチェックの線カラーをですね、確か合わせていて、すごくねかっこいいコーディネートをしていたんですが、こちらに関してもオーバーなコートで、ブラウンという色彩のそのセットアップで、コートに関してもチェックなので、非常にカジュアルな要素が詰め込まれた上で、コートとセットアップを合わせて楽しむのがおすすめなので、よかったらセットアップとコートを合わせる際は、どこかしらにねちょっとこう砕けた部分を入れる意識を組んでみ、取り入れてみてください。というわけで、トレンドに関しては白のボトムとチェックのセットアップを合わせてみました。そして次に雰囲気ですね。まあ雰囲気って何それって話だけど、第1回目の時に雰囲気って入れてしまったんで、ちょっとそれも、引き続きやっていきたいと思います。せーの、はい、ということで、かなりワイドなサンシーのパンツにですね、ちょっとボリューミーなクリアトゥーのローファーを合わせて、その中にあのモヘアのニットを合わせて、その上にユニクロのマフラーをですね、かなりちょっとボリューミーに巻いています。なので、まあ、合わせてるアイテムはベーシックではいながら、シルエットがねかなりぶっといのと、さらにはマフラーの巻き方をちょっと変えてみるだけで、全然雰囲気も変わるんじゃないかなというふうに思います。で、マフラーの巻き方に関しては以前動画をアップしているのでチェックしていただきたいんですが、一番最後の巻き方を今やっています。全然安定しない巻き方ですね。とか、はい、こんな感じで、ここ最近こう片方だけ垂らして巻く巻き方もかなり、まあ、増えてきた巻き方なので、それに実践してみてもいいかなというふうに思います。ただまあかなりなんか、ね、ハイブランドのとかだとちょっと特徴的なマフラーを購入した時にねやるような巻き方ではあるんだけども、例えばせーの、はい、こんな感じで JW アンダーソンのマフラー購入できた方も中にはいると思うんですが、そうした中で後ろと前にこう垂らすのも時にしていいんじゃないかなというふうに思います。まあ雰囲気重視で言うとね、はい、垂らさない巻き方で雰囲気重視して巻くのであれば、こんな感じで確か7個目でね紹介した巻き方だったと思うんですが、まあ、それらも意識して巻いてみるのもいいのかなというふうに思います。まあ雰囲気と自由って結構似てるところがあるんだけど、最後にですね、自由にコーディネート組んでいきたいと思います。まあいわば今まで見せてきたこちらのコーディネートやこちらのコーディネートがいわば自由なコーディネートなんですが、今日この日の気分でコーディネート組んでいきたいと思います。それがこちら、せーの、はい、ということで、まあ、色彩的には、まあ、白ニットで黒のパンツ、革靴、そしてチャコールのコートとシンプルな合わせ方ではあるんですが、下に着てるのが先日動画でご紹介したサンシーのね、もうぶっ飛んだ白ニット、まあ、詳しくは、ね、そちらの動画でチェックしていただきたいんですが、そちらのニットとさらにはレザーパンツを合わせてみました。こちらもね動画でご紹介したんですが、まあ、かなりね挑戦的なアイテムなんだけど、それをですねコートに合わせてみました。はい、でそこにですね、まあ、僕がめちゃくちゃ気に入ってるかなり大ぶりなマルジェラのマフラーを合わせてみました。色彩的には落ち着いてるけど、とはいえなんかちょっとこう癖のあるアイテム同士を掛け合わせてみました。よかったら参考にしてみてください。なんで幅広くですねコートは使えるので、少しでもコートの魅力がこの動画からね伝わっていただければなというふうに思います。はい、だからこんなねたくさんコートを買っちゃうんですね。
ということで今回はですね、一つのコートを5つのカテゴリーに振り分けてコーディネートを組んでみました。今回ご紹介したコートに関しましては下の概要欄にリンク貼ってありますので、ぜひですね、なくなる前にぜひですねチェックしてみてください。詳しい説明に関しても動画リンク貼ってありますので、よかったらそちらもご覧になった上でご検討してみてください。では今回の動画は少しでも参考になったりいいなと思っていただけたら、ぜひ高評価とチャンネル登録のほどよろしくお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。以上、現状の動画でした。ありがとうございました。